ザカリー・ライアン・デイ・ビーズは、アメリカ合衆国ワシントン州、ピアース郡ピュアラップ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のシカゴ・カブス所属。愛称は、バッドボーイ。2011年の MLB ドラフト26巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、プロ入り。2012年に、参加の A 級、デルマーバ・ショアバーズで、プロデビュー。 25試合に登板して5勝7敗1セーブ、防御率3.86、91奪三振を記録した。2013年は A 級フレデリック・キーズでプレーし、26試合に先発登板して7勝9敗、防御率3.69、132奪三振を記録した。2014年は A 級ボーイベーソックスでプレーし、 21試合に登板して10勝7敗、防御率3.35 109奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2015年はトリプル A 級ノーフォークタイズでプレーし、19試合に登板して5勝6敗、防御率2.84、81奪三振を記録した。また、 7月のオールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜にも選出された。2015年7月31日にヘラルド・パーラとのトレードでミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。参加のトリプル A 級コロラド・スプリングス・スカイソックスへ配属され、5試合に先発登板して1勝2敗、防御率5.00、21奪三振を記録した。ロースター拡大後の9月に、 メジャー初昇格し、9月2日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビューを果たした。この年メジャーでは6試合に先発登板して3勝2敗、防御率3.71、24奪三振を記録した。2016年はメジャー2年目ながら先発ローテーションに定着して28試合に先発登板し、規定投球回にも到達した。防御率3.97、 チームの勝ち頭となる11勝7敗、ホイップ1.25という好成績を残し、地区で低迷したチームの先発陣を支えた。2017年は、先発2番手として開幕し、17勝、防御率3.90191.1イニング、コロアウトによる、補殺は36などの好成績を残し、最終盤までのプレイオフ進出争いに大きく貢献した。 嘆きでは14ギガで野手を含めても、両リーグ1位で7月25日のワシントンナショナルズ戦では、先制点かつ決勝点のスクイズを成功させた。2019年11月27日に、エリック・ラウアー、ルイス・リアス、後日発表選手とのトレードで、トレント・グリシャムと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。2020年12月29日に、ダルビッシュ有。ユー ビクター・カラディーニとのトレードで、レジナルド・プレシアード、イエーソン・サンタナ、オーエン・ケイシー、イスマイル・メナと共にシカゴ・カブスへ移籍した。全投球の半数が、ツーシームで、チェンジアップを切り札とする、典型的な技巧派右腕。ありがとうございます。